どうも皆さんこんにちは、マシーと申します。さあ今回もモンスターハンターワールドやっていこう。で、前回ようやく上位に上がったんだけど、まあちょっとね、裏でね、いろいろと作業を進めた上で出たクエストがあるんですよ。まあ何かっていうと、キリンね。はい、ということで今回ね、とりあえずキリンに行こうと、そう、キリンに行こうということでございますよ。はい、そんだけです。そんだけ、とりあえずね、とりあえず上位行く前に、キリン、上位には行ってるんだけど、キリン行こうってことって、で、武器の方をですね、私、育成じゃねえな、作っておきました。麻痺瓶のやつ、麻痺属性の武器、ギルオスアームズ2と、なんで出てこんの、こんね。画像出てこい、早く。どうした？急に回線重くなった？あ、出た。これと、もう一個。これ、カリュウの、なんていうのこれ、縦の、まあ、そのスラッチャークを作りました。で、とりあえずね、火属性が弱点ということでね、これで担いでいくわ。マジでかっこいい。やっぱね、レルスの武器ってなんだかんだやっぱかっこいいんだよね。体験しかりね。うん、体験しかあんまイメージないけど。あ、いた。上から行くぞー！ちょい！なんで当たらんねん、今の。今のなんで当たらんねん。おい。ふざけるなよ、お前。せっかく綺麗に決めてやろうと思ったのに。上に行きやがって、ちょっと待ってくださいよー。ちょ、すごい上がるじゃん、お前。いや、なんで？ちょ、ねえ。俺のこと嫌いよ、もしかして。あー、いた。ようやく追いついた。いやー、マジバチバチしてんね、キリンさん。こんにちは。術の名はキリンね。マジかっこいい。サスケじゃん、お前。サスケで、これからサスケって呼ぶわ、お前のこと。さ、行った、サスケ。やるじゃん。雷鳴と共に散れ、術の名はキリン。マジこれはナルトのオタク、完全に。危ない、ちょっとキリン苦手なんだよ。はい、マジさ、今作のキリン試練一戦多すぎて、マジ草。この子ってさ、スイッチして、ちょー、嘘でしょ。あー、死ぬ、さようなら。マジクソ強いんだけど、どうしよう、困った。いや、笑い事じゃないレベルで強いんだけど、困ってんだけど。いや、正直ね、僕キリンあんま戦ったことないんですよ、マジで。本当に戦闘回数今作少ないので、まあ正直強いんこいつって言おうとしたら、まああの一瞬でボコボコにされると、マジで。マジ意味わからん速度で殺されたね、今。うん、でもまあ丁寧に立ち回れば多分よっぽど大丈夫だと。やばい、これ危な。やめろ、術の名は気にするの、マジで。はい。あ、おめガッツ、くっそ強くない？ちょ、待って、バカだろ。いや、マジで強い。とりあえず回収しておきたい。どこ行った？は、何やってんのこれ。あそこにいたのか、全然見やんかった。おい、一緒になる、ダメ、やめろ。背景に同化するんじゃねえ。はい。いや、これさ、わかっちゃう。これ、あれ、ぶち込むタイムある？あー、ガードポイント使っていけない。あー、これはね、さよならは悲しい言葉じゃないらしいですので、助かっていくと。危な、何こいつ、おかしくない？ちょ、ねえ、強すぎん？己に雷当てるとか、お前、キルアゾルディックじゃん。いた。雷属性かっこいいよね、やっぱり。男大体惚れる属性ってさ、雷か炎か氷だと思うんだけど、俺。以外ある？風好きな人とかさ、結構特質的だと思うんだけど、俺。いや、自分水属性好きよとかいう人もなかなかね、あんまり見たことないね、男で。大体男性の好きな、あの属性って炎、雷、氷、この3択だと思ってるから俺。そんなこと喋ってないんだけど、こいつどうやってあれ当てんの？ここじゃね？おら、よし、わ、まっかっこいい。ちょっとぼわっちゃって、ふざけんな。俺がもう、あのエモい状態になっとったのに、 何お前当ててきなの。やば、炎めっちゃかっこいいじゃん。爆豪くんじゃん、爆豪くん。僕のヒーローアカデミアの爆豪くんじゃん。
何優雅に歩いとんだお前。これ何、角ぶっ壊してここね。はいはいはい。いや待って待って待って、まだ怒ってもねえもんなこいつ。あーやぶねえ。これはあれだな、こっちを殴った方がいいな。これいける、ワンちゃんいける、間に合ってください。こわっこわっ。あ、今度は行く、今度、あーい軽いつ、ちょっと待って、ふざけんな、追い打ちをかけてくるなお前マジで。勘弁してくれませんか。危な、いやこれ乗れるな。ライディングトゥーモンスター、あれ全然当たんない。何始まったこれ。ここだな。いや勝てー、怒ったキリンバカ勝てーよマジで。頭しか入んねえじゃんこれ。間違えた、中に入れたかっただけなの。いや下ネタちゅう急に。うわー入っていく、待てよ、とりあえず入れて、これはこっちいいの。おらかっこいい、やばバカエモいじゃん。何この、何この炎演出、これ一番好きかもしれない。あーいちょっと待って、本当にやばい、あーやばい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 、あ危な、一旦これは飛躍挟もう、飛躍かまして、珍しく僕が本気だからね、うん、飛躍とか持ってきてるから、アイテムドケチ星人の俺が。おいおい、あーいちくそ、マジふざけんなよお前。あーあーあー、やだやなのやなの、ちょっと助けて、これどうやればいいの、ね、キリンのうまい立ち回りの仕方を教えていただきたい、できればぜひ参考にさせていただくと思う。はいはい、おマジでどの作品を通してやっとっても多分変わらずキリン下手くそ。いやどこ、なんなんか全部が下手くそみたいな、お分かるだろその言い方、その言いたい分は分かる、ただあのキリンが群を抜いて俺多分立ち回り下手くそだと思う。どこ、ちょ早いこいつ、ピョコ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 しやがって、お前ウサギかお前は。いやいや違う、ウサギではないな、うん、頭ガードポイント、いやこれはこうだな、いけんじゃない、いや無理かな、あ調子乗った、あ完全に調子乗った。どこ打ってんねん、どこ打ってんねん、2000、あぶねえ、ガードポイント天才、マジガードポイント開発したやつに俺は今拍手喝采。うーんナイス、いや角いきたかった、おいしょ、このままいける、いけると信じてる、動くなよ、動くんじゃねえぞ、うーん動いてない、今当たってないと、逃げる、まあしゃあねえな。いやーこれ待って、立ち回り超難しいんだけど、でマジキリンむずすぎん、どこ、なんか切ってて気持ちよくなれん、快楽を僕にくれ、乗れ乗れない、今の乗らせてくれてもよくない、ねえ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 、待って待って待って、そのピョンピョンせんといてよお前、降りてこいな、あ待って怒ってるこれ、怒ってるじゃん、怒ってる時さ心がないとしんどすぎん、乗れる、乗っていく、いやマジキリン乗ってる時が一番なんかさ乗馬してるって感じするよね、うん、お前やっぱ馬だな、馬にしよう、こっから俺の一生馬になれな、一生俺の馬になれなお前、はいじゃあ、はいじゃあ、違う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 、とりあえず入れて、いや間に合う、オッケー、とりあえず入れておきたい、ブワーちょい、ああ危ない、ナイス、いやマジかっこよすぎ、ちょっとおつけ、さーい危ない、なんかガードポイントが勝手に俺の意図してるガードポイントがあのこうなんていうの、よかった、うん非常によかった、語彙力ゼロ語彙力は高いしたようです。いや俺打ちたい、いやダメか、あいや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 い
やい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 や、はい、さようなら。スノーぶち壊したくね。あ、壊れた。待てなお前。まあいいだろ、逃がしてやるよ。行きな。まだ来とらんやないかい。寝る？お前俺を目の前にして寝る？寝たこいつ。マジか。ちょっと引くわ。あ、やべえ、消えた。じゃあいいや。おら！とりあえず、オッケー、テント取っていく。ここでテントでかくないですか。とりあえず中入れよう。瓶の中入れて、はいはいはい、溜まってたね。いや入れとこ。オッケー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 。さあこっからだぞ。こっからしっかり立ち回っていけ。はいはいはい。いやー待てよ待てよ、危ないよ危ないよ。しっかり立ち回っていけ。いや、ボーン！ちょ、違う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 じゃん。違うんだわな。違うんだわ。いやー、どうしよう。やばいな。いや、これは、逆にあのタイミングだったらチャンスなのではないかという、切ない。こういう時。チャンスなんじゃね？こっち向いてどうぞ。全然違うとこ行っちゃったわ。まあまあまあ、それもまた一興よ。こっからよ。顔立ち、お前ちょっと怖いんだな。危な。ただ今動きがなんか少しばかりとろいぞ。疲れてたのか。じゃ絶対今のうち攻めるべきだったんじゃねえか疑惑あるけど。いやまあ疑惑じゃなくて確信なんだけど。それこれ当たんない？うん、なんでそこに打っちゃうの俺。どこ打ってんの俺。マジで本当に下手。マジあれマジで当たらん。こういう中型系危ない。ちょっとよ、つけつけ。ここ一の集中力。ボーイ、ちょっと待って、早くないぞ。落ちるの雷鳴とともに散れじゃねえんだよ。はい。いやまずいかもしれない。ああもう最悪、ほんとにマジで。もう敗戦を喫した。よーピッケルして勝っていく。ああ普通に無言でやってたよね。うん、普通に無言でやって。何分だ、何分、クリアタイム16分。ああ、まあ頑張った頑張った。で、一応つって感じ。うん。無理だ、俺、綺麗。苦手だわ、こいつ。いや、もう、硬いからさ。いや、本気で俺頑張ったんだよ。本気で頑張ってこれだったから。もうダメだな、俺。黙ってやってこれだもんな。やっぱ、硬いわ。うん。顔しか殴れねえもん。だから無理やりもあれだよね。これやった後のさ、何て言う、ためあるじゃん。あれがなんか、心眼つくらしいから。これ。これやって、無理やりやっとったの。ごまかして戦っとったわ。さ、じゃあ、キリンが終わったということで、あれを集めますか。なんか、あれ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 、なんだっけ、なんだっけ、名前忘れちゃった。で、レイヤーの、痕跡、集めていきましょうかと。で、これ、クソ長くなるから、多分。ま、バシバシカットして最後のシーンだけ映すわ。不思議な痕跡、だいぶ調査できましたね。生態研究所に報告しませんか？とのことなので、ようやく報告しますよと。20分ぐらいかな、とりあえず半分まで。なかなか長かったね。頼みなんやけどな。さっき大蟻塚の荒れ地で強靭なアンジャナフが発見された。あー、倒してこいと。オッケー、じゃあ上位のアンジャナフね。オッケー、任せろり。あの暴れん坊がさらなる暴れん坊に、早く調査に行きましょう。なんでちょっとワクワクしとんだこいつ。
ジャナフって何が弱点だっけ。おっとおっと、不意に防具を見たら上位のやつがいっぱい解放されてましたね。とこれか、暴れん坊さらに暴れる。もうそれは止められねえわ、俺には止められねえ。うん、これをやりましょうということで、終わり塚か。あ、そうか、ここだとどこで出るんだ、全然知らないんだけど。アンジャナフ終わり塚とか、まあ、適当にここでいいや。で、今回ちょっと担ぐのをね、麻痺属性の武器を担ごうかなと。いや、どれぐらい強いんだろう。なんか個人的にやっぱ麻痺最強まであるかなと思っちゃう節があるんだよね。とりあえず若干期待してる。いった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 、いた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 、さあ行くぞ。うん、外していこう。やるやん。いや待って、ダメージでかっ。ちょ、嘘、びっくりした。やばいな、上位だとこんなに火力上がるか。2発なんですけど。いや、これはね、比較的マジ集中パターンでやらなまずいかもしれんから、ちょっとまひっていく。ここよいしょ、ここでいっか。いや、切れ味がな。うん、ちょうど怒った。まあいいや。いや、でもこれ黙ってやれば結構立ち回れるな。所詮アンジャナフというところか。うわ、それ2回目のやつが当たるのね。帰ってくるやつが当たるのかよ。危な、死にかけなんだけど。オッケー。いや、最後やべえ、めっちゃ雑になったけど、な、中盤は黙ってたおかげもあって、マジでうまかった。うん、俺はあの動画、あのシーンだけ見せればマジで、あ、こいつ結構うまいプレイヤーなのかなっていうのはできたと思う。うん、まあ見せないけどね。上林上家川、あー、爆炎袋ありがてえ。これレウスの武器の強化に使うんだよね。ラッキー。怪我はないか。おうおう、戻ったか。無事やってんな、本当によかった。アンジャラフの調査ようやってくれたな。みんなでありがとうを言うとったところや。あとは、あの不思議な痕跡の分析やな。こっちも任せとけや。あ、痕跡の分析ってめっちゃインフンドっていいね。いいね。すごく好き。なんか分かったらすぐに知らせるから、このまま不思議な痕跡の収集をよろしく頼むで。で、なんや。あー、はいはい。収集な、マジ。あ、投げんな、マジで。まあ、そこはサクッとやっていきますかね。あ、ちょっと待って、この辺のなんかもらえません？あー、なんか上がったのか、施設。何が上がったかわからん。全然。うん、全然上がらん。段が上がったのか？階段が上がったのか？先日、新しい錬金術の。あ、装飾混ぜ混ぜか。うわ、懐かしい。俺、これでさ、攻撃種一番最初もらえるじゃん。これ、右のやつが、左の書いてあるやつが、俺が消費する方だと思ってて、これで普通に攻撃手まずだからね。マジで萎えたね、あの時。で、防具を、やっぱ上位になったってこともあってさ、ちょっと強めのやつ欲しいんですわなって感じなんだけど、ジャナフめったく作れませんね。めったく作れませんね、これ。そうか、何にも作れんか。なんか一個ぐらい作れるかなと思ったけど。どうしよう、この辺つける？いや、いいけどね、全然防御力全然上がるし。アロイとか。まあ、ありっちゃありか。困ったなぁ。どうしよっかなぁ。今ね、ちょっと、さすがに防御力に心もとなさすぎるから、かなり、うん。いや、ジャナフで2パンはきついでしょ。HP 補正なしで。それはちょっとさすがにね、頭悪いなってこともあるから、どうしよっかなぁ。この辺装備作るか。あ、これ体力増強つくじゃん。ボーンヘルム。ありか。ありだな。体力増強は割とありじゃね。あ、攻撃にありじゃね。これつけよう。これはつけよう。待って、ボーンめっちゃ優秀じゃない？もしかして。攻撃1つくじゃん。KO と。KO はまあどっちもいいけど。あ、ありかな。攻撃つけよう。砥石高速化は若干あり感あるよね。あり感あるよね。うん。高速化つけとけばね、だいぶ楽にはなるだろうから、つけちゃおう。
あとは腰と頭なんだけど、どうしたもんかね。作れるやつだと。脳頭術か。悪くないな。風圧耐性。悪くないな。頭これだな。で、腰を、これかな。よし、とりあえずこれで一式上位防具にはなったな。うん、まあ、だいぶ上がったでしょ、防御力。うん、まあ、いいや、これで。とりあえずこれでいこう。叫ぶ選べるようになった。おお。これであれか、料理がまたパワーアップしたか。めっちゃ果物が吊るされるようになったのね。これには変化わかるわ。うん。だって、なんせいっぱいアップで見せてくれるからな。三段構造。あ、そっぽ向いちゃった。俺が後ろから話しかけたからそっぽ向いちゃった。とうとう仕事しだしたぞ。後ろの奴ら踊っとるだけになったぞ。あ、ちゃんとやっとるわ、仕事。やっぱ一流のシェフだな、こいつは。ちゃんと一流のシェフやっとったわ。さあ、じゃあ残りの痕跡も集めてきますかね。え、待って。うわ、待って。なんか見たことない痕跡あるなと思って探してたんだよ。待って。嫌なの見えたな、今。マジ？バゼルギウス、マジ？出会ってしまったよ。うわー、痛くねえやつあっちまった。上位からかよー。こいつ帰ろう。もういいや。満足した。見たし。うん。OK、集まった。ということで、どうも。おー、君。いいところに。今、不思議な痕跡の分析が終わっ進んだところなんや。結果、その痕跡の主が今まさに陸珊瑚の大地にいるのを突き止めてな。総司令から正式な調査依頼としてすぐに告知があるはずやから。頑張るんやで。怪我はないようにからな。出ないや。ああ、オッケー。さあ、全部これで集めまして、とうとうリオレイヤー種の狩猟になるわけなんですな、これで。とりあえずお話ししますか。こちらに。君がちょうどいい。たった今、生態研究所から、例の痕跡の主が陸珊瑚の大地、あ、それ聞きました、聞きました、聞きました。はい、聞きました。先ほど聞きました。ハンターたちは準備ができ次第、クエストを受注し、奴の正体を確かめるべく調査に向かえ。さて、あの地にいるのは何なのか。鬼が出るか、蛇が出るか。どっちが出てもきついね。うん、どっちが来ててもきついね。ふう。自ら向かわずにはいられないな。それが調査、いや、別にいいです。いや、別にいいです。求めてはないかな、別にって感じはある。あ、はい。はい。はい、はい、はい、はい。ということで、今回、この辺で終わりたいと思います。じゃあ次回、リオレイヤー種。もう分かってる。もう分かってるもん。リオレイヤー種行きましょうと。そういうことです。それじゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。